い、おはようございます。さすらい坊主でございます。今回なんですけれども、まあ、チリの物価結構南米でも、高い方なんですね、物価が。なので今回はですね、僕が住んでいる、まあ、1ヶ月ぐらい住んだところをですね、紹介していきたいと思うんですけども、地区自体が敷居が高いところなんですよね。だから東京でいうと港区みたいなところに僕は今住んでおります。でここにですね、もうあのメキシコ大使館とかがあったりするので、もうこの近くに僕は住んでいます。でここはラスコンデスって言って、とってもいい、でこう入ってって中に人が出てておいー、ムチャスグラセス、ウーゴアウトフィルマンド。エレベーターもあるんですけども、はい、ここまで来ましたということです。で実際入っていきたいと思います。これね、面白いのが、あのチリは左に曲げるんですよね。入っていくと。え？リスタ？リスタケ。おう！はい、ということで、あ、すごい、僕のね、あの ルームメイトなんですけど、カティとリチです。日本にこれから行きますね。すごいカップルで、こう一つベッドがあって、ここにもう一つベッドがあって、これは植物ですね。綺麗な植物があるじゃないですか。まあこんな感じでこんな感じで、はい。で僕の部屋なんですけども、こっちになりますね。まあちょっと大きいシングルベッドって感じです。まあシングルなんですけど、ここに住まわせてもらってます。でちゃんとに棚もあって、まあ物置もあって、まあそこにパソコンですね。まあ机がないのがちょっとあれですけど、まあここに僕の荷物が入ってて、で外からはね、朝ちょっとだけ日差しが入るって感じです。でここ普通ね、あの危ない国とかだと鉄格子とかあるんですけど、チリはねないんですよね。結構そういう意味でもいい地区にいるんだと思います。ボヤイラキッチン、コシーナ。No, it's okay. Oh my gosh. ということでね、キッチンに来たんですけども、ここにまああのいろいろ置いてあります。でこれが面白いことに、実はこれが冷凍庫なんですよね。冷凍庫でこれが冷蔵庫。冷蔵庫の方がちっちゃいんですよね。これを3人で分けているという状態です。これが冷凍庫ですね。でまあこんな感じで入ってます。でいろいろなところに入れる、自分のね調味料とかを入れると。本当は多分ここがキッチンだったんですけど、なんかないんですよね。なんで多分これあの普通に IH みたいな感じで置いてます。トイレに今度は行きたいな。え、だから大きい鏡があってですね、でここに、洗面台ですね。で隣にすぐ トイレがあって、もう換気扇とかもこれですね。でまあ普通の、ただ洗濯干すとこはないんですよね、ここなんで。ここに干して、でこれシャワーですね。一応バスタブはあります。バスタブあるんですけど、オーストラリアと一緒で水で結構困ってる国なので、あんまり水は使えないっていうのが重要ですね。でちなみにチリはトイレットペーパー流せなくて、流せるとこもあるんですけど、基本的に隣のバケットに入れます。はい、ということでやってきましたけども、まあ 1LDK となっているんですけれども、あのこの家賃がですね、なんと基本料金がですね6万5000円でございます。めちゃめちゃ高いですよね。チリのもうほんと港区なので 6万5000円、まあセキュリティもついてるので、いろいろ込みすると8万円です。光熱費とか管理費とかね、込みすると8万円もするんです。暮らしやすいんですけど、僕としては暮らしづらい状態になっておりますね。それでは、チャオチャオ。